今回は9月20日にボートレース徳山で開催されたみままる in ボートレース徳山をご紹介します。それでは主催者の方にお話をお伺いします。こちらが作家の三巻さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。三巻さん、早速ですがこちらのイベントについてまずはご紹介お願いいたします。はい、本日はボートレース徳山でみままる三巻のマルシェというのを開催させていただいております。今日は金曜日で平日なんですけど、平日にもにぎわいを生み出せたらと思って開催を、させていただきました。ちなみに三巻さんはみままると名前がつくこういったイベントをあちこちで開催されていますが、開催される経緯を教えてください。はい、私はハンドメイドのものが大好きで、それを皆さんに知っていただく機会を増やしたいなと思いまして、計画をしています。そして地域活性化という意味でもいろいろなところでにぎわいを生み出せたらいいなと思って、企画運営をしております。イベントを開催されてみてお客様の反応とかはいかがですか？そうですね、たくさんの方に、楽しんでいただいていて、特に出店者の方とお客様が、楽しく会話をされながらお買い物をしている様子を見るととても嬉しいし、やってよかったなと思います。さあ、それでは今回は具体的にどのようなブースが出店されているのか教えてください。はい、今回はキッチンカーがコルネットサニーデー、そして雑貨が青い琥珀、ハシビロ工房、アトリエチャッピー、紙雑貨ボウなど、のブースがあり、飲食店としては光弁当、トトマト周南店、玉見社などが、出店されています。美味しいものと雑貨の販売です。ではここからはブースのご紹介をしたいと思います。そしてブースの紹介は周南公立大学のインターンシップ生のお二人に頑張ってもらいたいと思います。私が紹介するのはカエルインクのブースです。こんにちは、お店のご紹介をお願いします。私は広島でイラストレーターをしておりまして、自分が描いたイラストとか架空の設定のブランドの商品をステッカーとかを中心に扱っております。何かこだわりなどはありますか？はい、先ほど言った通り自分で描いたイラストと空想のブランドっていう形で、架空の世界にある商品っていう形でより身近なというかリアルに感じてもらえるようなデザインを心がけています。中でもおすすめの商品を教えてください。はい、おすすめはやはりこちらに後ろにあるステッカーが一番種類も多くて気軽に使える商品となっています。よろしくお願いします。私が紹介するのはラ・ナチュールのブースです。こんにちは。こんにちは。お店のご紹介をお願いします。はい、ナチュラルで優しくをコンセプトに、使いやすい作品を丁寧に作っています。可愛らしいポーチがたくさんの素敵なお店ですね。それではこだわりについてお願いします。はい、いろんな年代の方が使っていただけるようなデザインだったりとか、使いやすいわって言っていただけるような作品 を作るのが、はい、ポリシーになってます。ポーチを探している方必見のお店ですね。最後におすすめの商品について教えてください。はい、今私もつけているんですけど、ツーウェイのダブルファスナーのポーチになります。長財布が入ったり御朱印帳が入ったりして、秋のショルダーも付きなので秋の帯目のお出かけにおすすめです。ちなみに三巻さんのブースは一体どうなってるんですか？はい、はい、私のブースはあちらで、三巻屋という名前でアクセサリーを販売しております。毎日つけたいアクセサリーとして、小ぶりのアクセサリーを、製作販売しております。それってもうプレゼントとかにもぴったりですよね。
ちなみに今後はどのような展開を考えていらっしゃいますか？はい、そうですね、今後は、テーマを決めたマルシェというのを、開催していきたいなと思っております。いろいろ企画は考えているので、ぜひ、楽しんでいただけたらと思います。そういったイベントの情報って私たちは何でチェックすることができるんでしょうか？はい、そうですね、私の、インスタグラムで、発信をしておりますので、企画屋みまきっていうアカウントとみまき屋っていうアカウントがあるんですけど、イベントの方は企画屋みまきの方で見ていただけたらと思います。これからの予定としては11月3日、周南公立大学さんでポプラ祭の中で、見回るをやらせていただきます。それと11月の9日土曜日、10日日曜日、夢タウン徳山さんのお隣で見回る in 砥石小鳥の森をやらせていただく予定です。ぜひご来場ください。今回は見回る in ボートレース徳山をご紹介しましたが、いかがでしたか？今後の予定としましては、11月3日に見回る in ポプラ祭が予定されているということです。周南の街とともにますますイベントが発展していくといいですね。